見える開花メルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。本日は2020年の3月11日、9年前にですね、多くの方、1万6000名の方々が、震災に遭われました東日本大震災から9年経ちました。その部分に関してですね、私も感じているところをお話しさせていただければと思います。では始めさせていただきます。震災から9年、たくさんの思いを残して多くの方の悲しみも残した東日本大震災、そしてそこからスイッチの入った日本人の遺伝子絆。私もですね、震災が起きてから3年ほど経った後なんですけれども、陸前高田の方だったり行かせていただきまして、まあ、セミナーもですね、させていただいたんですけども、本当にこのまだ本当にまあ爪痕が残ってる状態で、道路もずっとこう修繕中という形でした。で、こちらはその時に撮ってきた写真なんですが、世界中が注目した震災と震災後の日本人の対応で、整然と列をなして配給を待つ姿で、さらに素晴らしいのは、この淡路大震災の被災者たちが東北へボランティアに入ると。私のですね、開花のトレーナーさんで陸前高田の方のお家にも、その淡路の方がですね、泊まってこういろいろ手伝ってくれたというふうに、このいろんな方々の思いで震災後のですね、復興がなされています。今、この新型コロナウイルスによって自粛とか休校とかマスク着用という状況で、この本当に予断を許さないというような雰囲気が流れております。そしてもちろん予防していくことは重要です。で、ウイルスがね、この飛んでしまいますので、それが飛ばないようなご配慮とかをしていただければと思います。そして13日に可決になりそうな、この特別措置法の改正ですね。その部分でコロナウイルスも入れて、この自粛だったりですね、どんどんそういう話が広がってくると、皆さんの心の中に、やっぱりこのどうしようとかやばいとか、まあしょうがないやねみたいな心が広がってきてしまう。かと感じています。かつて東日本大震災の時に私がすごく感じていたエネルギー、当時私が父の会社の工場にですね、やっておりまして、で、その工場だったり周りの雰囲気がですね、材料屋さんとかの雰囲気がですね、計画停電だからしょうがないやねっていうこの空気感と、今のですね、コロナだからしょうがないやねっていう周波数が非常にこう似ていて、で、安倍総理がですね、先々週に学校休校の申請をしたいと、要請をしたいという発表が出たときに、一瞬私の心の中にこの空気感が流れたんですね。まあこのまんま仕事が減っていくのかなみたいな空気感がドーンとこう流れたときに、あ、これ同じことやってるなと、同じ周波数で二の舞だなというふうに感じまして、何ができるかと。その時にこの試されてると、自分だったら何ができるかというところで、セミナーをさせていただいております。で、東日本のみならず、いろんな自然災害ですね、土砂崩れだったり、いろんなことでですね、亡くなられた方々の命が今なおこう生かされるために、こちらのお坊様はですね、小原宗観さん、ちょっと字が消えてますけども、よいしょ、この方ですね、小原宗観さんが、東日本大震災の被災地をですね、ずっとこうお祈りされてたんですね。で、すごいびっくりなんですが、去年おととしにうちの群馬の沼田の開花の塾にですね、チリン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 ってこう、この、托鉢のお坊様がいらっしゃって、で、すごく目の綺麗な方でですね、お若い方で、で、高津させていただいたんですけども、で、その時にですね、まあ、名刺交換してくださって、お名前が小原宗観ってあって、
で、ネットで調べてみたら、あ、このお坊さんじゃんみたいな感じで、本当にこう目がですね、透明すぎて、で、深い笑顔っていうんですかね、まだお若い方なんですが、それからですね、いろいろとまあやり取りさせていただいて、毎月ですね、この通信もですね、こう送ってくださってるんですね。このパパラギの里っていうものですね。で、何度か群馬の方までこう足を運んでくださって、まあ、本当にこう沼田をお祈りしてくださっております。その小原総監さんの思いもすごく深く入っておりますし、多くの皆さんの思いが入っております。で、亡くなられた方々の命が今なお生かされるために、私たちがこのしょうがないやねっていう周波数をですね、払拭していくことで、本来の私たちが何ができるかというところを深く深く考えていただいて、環境のせいにするんでなく、周りのせいにするんでなく、自分自身、個人個人が何ができるかというところです。で、命を大切にし、自分自身の本当の心を大切にして、周りに流されるんでなく、経済の外的影響に左右されるんではなくて、じゃあ私だったら何ができるかという精神、意識で進んでいくこと。で、そうでないと、本当にこの自然災害で亡くなられた多くの方々はですね、生かされてこない。その方々の命が生きてくるためにも、この今生き残ってる私たちがですね、自分の本来の尊い部分をどんどん生かしていきながら、自分が何ができるかということにスイッチを入れていただいて、環境に流されるんでなく、当然予防も必要ですが、ね、大きな集まりを控えるとか、その部分での配慮も必要なんですけれども、何ができるかということで行動していく。ぜひ皆さん自身がですね、最高の自分をですね、輝かせていくこと。で、しょうがないやねっていう周波数から、じゃあ私だったら何ができるだろうというパラレルワールドですね。そのように生きることが、すでに天に変えられている方々へ見せてあげられる、この私たちの姿だと思います。なので、ぜひ多くの方々、そしてこの遺族の方々ですね、残された家族の心が少しでもこう救われるように、その方々の意も組んでですね、その方々が喜ばれるようなあり方、生き方を私たちがしていくと。環境のせい、経済のせい、ウイルスのせいにするんでなくて、じゃあ何ができるかというところを感じております。ぜひですね、それぞれ個人個人皆さんが流されるんでなく、ウイルスの影響だからっていうことを言い訳にするんではなくてですね、何ができるかと。で、開花も考えました。で、考えて本当にありがたいことにすぐこう、ピンってこうひらめいたんですが、この学校に行けない状況の子どもたちをいかにこう開かせるかということで、こうオンラインでいかにこう子どもたちを普段学校で勉強できないことをこう話させていただくという対策を取らせていただいて、本当にこの多くの方々の反響をいただいております。で、そのように自分たちの得意分野を生かしていくと。こちらが急に LINE を組んで、オンラインを組んでっていうのかなりこうパワーがいたんですが、でも、しょうがないやねっていうエネルギーではなくて、何ができるかという思いでですね、あとは自分の得意分野を生かしていくということで、させていただいております。ぜひですね、皆さん自身も何ができるかと。例えば旅行会社とか非常にこのご苦労を強いられていると思います。そしたら、この動画配信だったりでね、世界の綺麗な風景をお客様にこう、オンラインでこう広げてあげるとかですね、そういうようなこの皆さんがより明るくワクワクするようなことをですね、広げていっていただければと思います。ということで、今日もですね、深く深くその方々の命を感じながらですね、私たちを生きて、私たち自身を生かしていく時間を持っていただければと思います。では、今日も命深い時間を過ごしていきましょう。では、